皆様こんにちは。女装家の雑学霊でございます。よろしくお願いいたします。皆さんはオコジョという動物をご存知でしょうか。オコジョはイタチ科の動物の一種であり、非常に可愛らしい見た目で森の妖精とも呼ばれ親しまれていますが、実はその可愛らしい姿からは想像ができないほど気性が荒く、非常に獰猛な肉食動物でもあります。今回はその可愛い姿の獰猛な肉食のハンターオコジョについて紹介していこうと思います。オコジョはイタチ科の哺乳類の一種であり、ヤマイタチやクダギツネなどといった別名で知られており、主にヨーロッパ、ユーラシア北部、北アメリカ北部を中心に生息し、ニュージーランドには移入されたものが生息しています。主に山林、森林、草原などに住んでいます。日本では主にエゾオコジョとホンドオコジョの2種が生息しています。とても愛らしい姿で親しまれており、よくオコジョを取り上げた漫画やアニメ、それをモデルとしたキャラクターなどが存在するほどです。特にアニメの幸せそうのオコジョさんが有名です。体長はオスが18センチから32センチ、メスが16センチから27センチ、体重は平均でオスが260グラム、メスが180グラム、尾の長さは4センチから12センチとなります。また、オコジョの大きな特徴として、季節によって体毛の色が変わり、1年に2回換毛します。夏は背中が茶色で、腹部は白く、冬は全身が真っ白となり、尾の先は1年を通して黒色となっております。繁殖は初夏に交尾をしますが、オコジョは着床遅延であるため、翌年の春に1ヶ月ほど妊娠をし、子供を4匹から6匹出産し、子育てはメスのみが行います。日中でも活動しますが、基本は夜行性とされており、動きは極めて敏捷で、木登りや泳ぎなども得意です。寿命はおよそ4年から6年と考えられています。オコジョはこの可愛らしい見た目からは想像ができないほど気性が荒く、主にネズミ、ライチョウ、ノウサギ、昆虫などを捕食する獰猛な肉食動物であることから、最小の肉食動物の一つとしても知られています。さらに獲物を捕らえる際の追跡方法も非常に特殊なものとなっております。基本イタチ科の動物は長い胴体に足は短めですが、オコジョは前足より後ろ足が若干長く、その後ろ足でぴょんぴょんと飛び跳ねたり転がり回ったりと、まるで踊っているかのような動きをして追いかけます。獲物がそれに気を取られ、その隙に獲物の首筋に噛みつき仕留めます。オコジョのこの行動は死のダンスとも呼ばれ、また英語でイタチの戦争ダンスを意味するウィーズルウォーダンスとも呼ばれています。イギリスではオコジョの冬毛をアーミンと呼んで、古くから貴族の紋章、街道、タペストリー、ストールの縁取りなどに使用され、ヨーロッパではアーミンは王族および純血の象徴とされていました。また日本の長野県では県指定の天然記念物となっています。実はオコジョは純絶滅危惧種でもあるのです。そうなってしまった理由として、人間による乱獲や環境の変化が挙げられています。
日本で毛皮がブームになっていた時代に、同じイタチ科のミンクが大量に輸入され、野生化したミンクにより生活環境が変わってしまったことや、森林伐採などにより数が激変してしまったのです。また同じイタチ科でフェレットなどはペットとして飼うことができるのに対し、オコジョは準絶滅危惧種と気性が荒いといった理由で飼うことができません。はい、以上がオコジョについてでしたが、オコジョは非常に希少で貴重な動物であり、出会えると非常に運がいいと言われています。なのでもし見かけた場合は遠くから見守ってあげましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。